建物の奥ね。でもこってさっきそうか、奏がいた方ってことか。こっちにいたんだね。うんうん。じゃあこっちか。いやー、しばらく敵出てこないでしょうと思うんですけど、どう？これ手でしょ。手来るよ。手来るよ。来ないよ。あ、あ、30個で何ができる？あららら。ら30個あったら、何ができる？でも39、わさきチャージしちゃったからな。もうちょっと貯めて最大値じゃない？蓄積。やっぱ最大値だと思うよ。スピードも大事だと思われたが、やはりパワー。まだあるって信じてる。あ、連れてかれてる。こんな急そうな階段。ぐいぐいと。あれ？こっちは？何かありそう。でも降りちゃう。疲れたから。だって敵出てきそうな廊下の長さだったんだもん。え、でも待って。かけらあったら悔やんでも悔やみきれねえ。青いかけらあれ。青いかけら。たったったった。絶対何かあるって信じて、ここを走るのよ。あ？あれ？父ちゃん？背を向ける父の影だ。父ちゃん？今の背中お父さん？あれ？父らしき影を。あれ？降りるって聞いたんだけどな。別ルート入った。これ分岐か？分岐じゃない？お父さん、お父さんの影を追った方が、バッドエンド。バッドなんだ。長い廊下だな。奥に行くのではなく、こっちか。お父さん、とりあえず、ロリコンじゃなくって、あ、肉親の影を追う。修験道から帰る父の影。ん？今マップ的には、ここなんかだったな。え？じゃあ気になる。修験道ってやつじゃないの？見とけ見とけ、エルカ。なかなか見れねえからきっと。ガッチャンコ。あ、あれ？あたい？祭壇の前で苦しむ少女。ちょ、私が苦しんでるって。あ、奥の部屋を調べる。あれ？なんか目的がどんどん変わっていくんだけど。なにこれ？難しくね？どこを最初に行ったらいいのかわからん。父の影を追うんじゃなかったん。修験道広く。器となる者の面には、芽吹かずしせり者の面を借りて持ちうべし。その面修験道に収め、一夜祭り月にさらすべし。はぁ、あ。芽吹かずしせり者。その面、面打ちの間にて、面の内に持ちうべく、あ、面打ちの間。はぎ、なめす間？月の光絶やすことを禁ず。むず。月の光って、じゃあ一晩で仕上げるってこと？お開かないネイルか。この奥にいつも父がいた。ここだったんだ。かん。かん。お父さん。ルカはルカで、お父さんのことも調べないといけないし。これお父さんとバトルあるな。お父さん。あるでしょ。父バトル。
開かない。奥の部屋を調べる。あれ？開くようになった？もしかして。思い出したことにより。ふん！開かないんだって。追っかけないとダメか。なんかありそう。あ。わ！零式？ゼロ式フィルム？なんこれ？え、これもう無限じゃない？無限に強いフィルム。特別な処理を施したフィルム。除霊力は最も高いが、装填時間は長い。2個かラスボスで使えってことかな。2個かてか、あの引き戸って鍵かかるん？裏から行くしかないんじゃないの？かん抜きか。月の光、入ってきてるけどね。長四郎もここに来んのかな？長四郎ここに？てかな、三崎ルカであのレベルだったんなら、長四郎の中ボス的ポジションすげえかも。ゲームオーバーありえるな。なんか凄そうじゃない？結構ルカ三崎やばかったよ。やべえぞ。なんかありそうだけどな。これ手だな。こんなところにあるアイテム手しかありえん。あ、見えないよ。そのあれだったら。30個？これは、これは、70個か。70は無理だな、さすがにな。蓄積、あれ？蓄積最大数ってさ、これ上げたらもしかして、あ、4つ貯めれるようになってる。どんどん強化フィルム、強化レンズ使ってねってことか。ここ開けてみるか。ん？ここなんだ？あれ？普通にお家みたい。あれ？ここどこ？いつの間に、どこに来てる？あれ？そうだよね。いつの間にか、あ、そっか、山月亭に来ている。なんか変だなぁ、作りがって思ったら。途中から山月亭に入っちゃった。ここは、私が住んでいた家。あ、こっから家だ。なんか土間あるなと思ったら。あれ？これで終わりるか。まだある。10章、11章ぐらいまであるのかな。だって、ルカ。家に帰っちゃった。長四郎のあらすじでしょうな。今回は。霧島は、灰原病院を調べるうちに、病院内で行われていた医療行為が違法かつ非人道的なものであったことを知る。入院患者はいずれも何かの目的で、病院長灰原茂田の実験材料とされていた。息子のようもその行為に協力していたのだ。だが、何のために灰原茂田が月曜病の治療に執念を抱く。理由は何か？そのヒントと思われたのは、島の儀式老月神楽である。神楽のために月曜病になるものが多いことから、神楽の仮面と音楽こそ月曜病の治療につながると灰原親子は信じていた。そして10年前の神隠しのあった日に、島では神楽が行われていた。この奇妙な符号の意味するものは何なのか。そして入院患者の一人である画家が描いた不思議な絵、そこに描かれた女は、誰なのか。今の、長四郎です。言っちゃったら、残王。残王桜っすか。でも今って9月とかなんだよね。冬眠失踪事件、原因。まあ、長四郎は読み物が面白いよね。床に描かれた絵。誰なのか、長四郎はそうだよな。知らない。出た！忘却の光景、何かが映り込んだ。この風景見覚えがある。長四郎はだってまだサナトリウムにいる。祭りから2年後、俺は灰原を追ってこの島に戻っていた。あの女を見て、それから思い出せない。あ、
2年結構なんか、神楽の後すぐにみんなが死んじゃったってわけでもないのか。そうかも。そうかもね。絵の具。マガキの創作ノート、大丈夫？読んじゃって。ラノベの設定とか。ビジョンは次々と私に作品を授ける。ここを訪れてよりビジョンはその終末的な美しさを増すばかりだ。罪を犯したことも知らずに助けを求める無垢にして愚かな少女たちを描いた作品。光を求める5人の少女。救済と絶望の混在。背負わされた業の重さ。それゆえ美しき少女。私のビジョンの体現者と呼ぶにふさわしい作品だ。そして今私の目に広がるビジョンは限りなく広く、そして何もない。このビジョンこそ来たるべき救済をもたらす救済の花だ。我々は消滅によって救済されるのだ。うわぁ、まばゆいばかりの消滅がこの島に咲き乱れていく。すべての穢れが咲いていく。足を止め、女の花を見よ。消滅の美を称えるその顔を。顔なき顔、消滅の花。生まれよ、生まれよ。生まれよ、生まれよ。急に冷静。手帳読むか。間垣優子、51歳。優子は画豪らしい。本名は不明。あ、そうなんだ。いつ分かったのそれ。そうかなって思ったの？島民失踪事件。島に渡っていて、中庭であの赤い服の女を見た。あの女の圧倒される気配は、ロギツ島から人が消えたことと関係があるのか。よく無事だったな、長四郎。あれを見てみんな狂っちゃったはずなんだけど。長四郎は平気だったのか。っていうか、鍵使ってないよね、長四郎、確か。出られん。あ、姉さん。あれ、そっち？ギャラリーに入る、灰原よ。あれ？ギャラリーになんか用か。灰原よ。今から中庭に行くんですわよ。でもこういうのはこういうのを追ってった方がいいって学んだからな。あ、姉さんの絵を見てんのか。絵を見つめる灰原よ。姉さんの絵ですよね。目覚めるはずだ。もう、まあな、兄弟ならそうか。そうかな。黒い手帳。これは灰原の。姉さんはいつまで眠り続けている。俺は姉さんを治すためにあらゆることをやった。違法な実験にも手を染めた。そういうの書かない方がいいよ。無垢の火を引き起こしたという禁じられた嫌い号もやった。だが、キライ号は失敗し、姉さんは生きながら死者になった。キライ号には何が足りなかったのか、俺は何のためにここまで来たのか、いっそすべてを忘れることができたら楽になるのかもしれない。この絵は希望だ。姉さんが目覚める。不気味な絵だと他のものは怖がるが、俺はこの絵の前に立つと穏やかな気分になる。姉さんは目覚める。いつかきっと。あ、黒檀の板、鍵。手帳に、あ？平らな鍵が挟まれていた。同月間地下。同月間地下？同月間地下？あー、払いの道。開かなかったとこだっけ？この建物の地下の鍵？あの時女は地下から出てきた。何があるんだ？はい、灰原陽の姉。神隠し事件もおそらく本土での殺人も姉の治療法の確立が犯行動機か。肉親以上の感情？探るな、探るな。そうかなって感じはしますが。失敗。キライゴは失敗したんだね。灰原は姉が目覚めるのを待ってこの島に潜伏していたのか。なるほどね。空白の時間があったわけよね。なんかあるよ。なんかあるよ、長四郎。見逃すな。なんかあると思うよ。ないね。ない。
この5人の少女、俺が灰原病院の地下で見た光景に似ている。あ、絵についてこれを、あ、あ、来てる。すごい、振り向いたらびっくりイベントじゃん。かぎりちゃんどうした？ビジョン、予知夢的なものか。ははーん。確かにマガキの各絵には、後に発生する事件の内容との奇妙な合致が見られる。そうか、先に描いてるのか、この絵は。怒ったことを描いてたわけじゃないんだ。すげえじゃん、じゃあ。予知夢すげえじゃん。あ。あ、こんにちは。調子ろ、後ろ後ろ。面白い。なんだと思った？長四郎は。何だろうなと思った。あー、取れ。あれ？え？終わっちゃった。あれ？リーがいたところに何か落ちてる。なんだ？手紙を拾った。なんか変だったね、今。強い日差しの日、中庭のベランダに佇んでいたらあの人が現れた。階段からあの人が登ってきた。中庭の空気が動くのをやめた。ああ、顔のない人だ。顔のない人が死にながら歩いている。あの人は庭にいる男を見た。男の顔は崩れた。その人の顔を見た者も崩れた。あの人は何事もなかったかのように館に入っていった。始まった。生まれつき死んでいた私が初めて高揚感を味わった。始まった、始まったのだ。どこか遠くへ旅行に行くときのような幼い頃に味わった感覚。今日の散歩はどこか遠くにしましょうか。久しぶりに海岸の方にしましょうか。ワクワクしちゃったんだ。終わりの始まりを目にして、来た来た来たでも、それに巻き込まれるわけじゃなくって、あ、違う、海岸、なるほど。死ぬ人見たかったのか。海岸に行って、海に身投げする人見に行こうよって言ったのか。自分は怖くなかったのかな、かげりちゃん。自分だって咲く可能性あったんじゃなかったのか。まあ、見てる限り平気っぽいけど。子供、あれかな、若い子は意外と大丈夫とかなのかな。年齢もあるのかもしれん。さーてと、今何が起こったんだ？しかし。一発で弾け飛んだ。まあ、長四郎はね、強いからね。エレベーターで行こう。ここって何階だっけ？ 3 階？長四郎見せてよ。見せてよ、その、かっこいいサングラスをさ。っていうかみんな装飾品つけたまま行っちゃったな。大事なところまで。あ、鍵刺さってる。これ刺してくれたんだ、美咲が。でも4階行く理由ないけど、後で行くかな、多分長四郎でも行くでしょ、4階。とりあえずエレベーター乗っちゃう。地下に行かなきゃいけないからな。長四郎、ルカとかミサキとか大変なことになってるよ。こんなサナトリウムで油売っちゃって。他の二人がすげえことに。てか、窓かはどうなったんだよ。本当に。窓かは死んじゃったのかな。あれ？開かないし。ちょっとルカ、閉めちゃった？もしかして。閉めちゃったの？開かないよてか、長四郎の強化レンズの絆も使いたいよな。絆だ。絆使えます。中庭、こっから行けってことね。ガチャーン。誰かいるだろうな、でも。敵とか、怖い人とか。そりゃいるでしょうな。キョロキョロ。
ここだ。俺が来たのはここだ。あの日。これ、立ち止まってる人も、どうなってんだ？倒れてる人もいるんだけどね。長四郎は大丈夫だった。記憶が、この後の記憶は？なんか登ってきた気がする。うぅ！あの時の記憶が、あれ？来てる来てる！見ちゃダメよ。あ、赤い。え？逃げられそうにないな。沈める。沈めるんだ。うらもう一発ドン最高。あ、絆使えばよかった。霊石塔最高なんだが。出てきた場所調べるけど、ちょっと霊石塔回復して、こんな最高な武器があるかよ。